村上藩。村上藩は越後国に存在した藩。藩長は村上城、現在の新潟県村上市。豊臣政権下の1598年に村上市が当地に入ったが1618年に改役。戸様大名の堀氏三代を経て、不代、審判の大名家が次々に入れ替わった。1720年に内藤氏が入り、 以後、廃藩地県まで9代150年にわたって、内藤氏が5万国の藩を統治した。平安時代、藤原氏の一族中身角家が支配する荘園が、岩泉群、現在の村上市含むにあり、これを、小泉荘といった。これに後に、新しい領域が加わり、古い地域を本城、新しい地域は、可能と呼ばれるようになる。平安時代末期、原平騒乱。 自称、受栄の乱を制した、源の頼朝が、文治元年、1185年に全国に守護、自頭を設置すると、小泉宗には、秩父家が、自頭に任命された。この秩父家は、頼朝の重臣として、源平合戦で、抜群の先行を立てた、畠山重忠の弟重宗が祖である。本城には、秩父行長が入って、本城行長と改名し、 その弟ため長は、加のの色部城、現在の村上市、まきめの一部入って、色部遺町を名乗り、以後は土着した国人領主となった。本城家は、猿沢、現在の朝日村を居所として、極めて堅固な構えを築くが、狭い居住地域で不便だったため、明王年間、1492年から1501年頃に、村上に居所を移した。だが、 当時の村上は未開拓だったため、本城家は標高135メートルの独立法の村上の山、一帯に県上である村上城を築城した。この時の追記あるは本城傍町である。だが、傍町は一族内紛の末に奮死し、後を継いだ着し、本城茂町は内紛を制して、越後北部に強大な勢力を築いた。茂町は、 上杉謙信に仕えて、鬼神とまで称された優勝であった。一時期は、武田信玄に通じて、謙信を裏切り大いに苦しめたこともある。だが降伏して許され、謙信没後は後を継いだ。養子継承に仕え、継承から竹に飛べ鈴の門と、上杉ス信の名跡を継ぐことを許され、上杉一門として優遇された。ちなみに竹鈴の門は、 本城家と山浦家にしかされなかった。村上は、上杉家の本拠春日山城に次ぐ、軍事都市に発展し、天正16年、1588年には、本城茂る町は、もがみ光と戦って15里が、原の戦いで、最上軍を撃破し、省内地方をも制圧した。茂町が、天正18年、1590年に、村上を去ると、上杉家家老、 尚江金次ぐの弟、大国さねよりの大官かす元中が入った。この村上は、もがみよ伊達政宗てら欧州のオスを抑えるには、戦略的に、極めて重要な拠点となった。慶長三年、1598年5月、上杉景勝が、豊臣秀吉の命で、合図に違法された後、堀修次が、越後の国主として、かす山城に入った。この 修士のよりき大名として、村上頼勝、義つ、吉とも、が、加賀小松より旧国で入り、名称を村上と改めたのが、村上藩の始まりである、とされている。ただ、これに関しては不確かなことが多い。理由としては、村上家が二代しか続かなく、在場期間が短かったこと、江戸幕府の戸様大名廃絶政策により、取り潰されたため、資料が少なすぎるのが理由である。 村上家の記録として存在するのは、徳川三木、廃絶録、東部実録などであるが、これらはいずれも江戸時代中期や後期にかけて成立した史書であり、さらに徳川方の資料であるから、江戸時代前期、さらに取り潰された村上家の記録としては、ひいきめに書かれている可能性などもる。この中で最も古いのが、東部実録であるが、これは、 初代藩主を村上義明と記している。だが、原文では、よりかつ、ただかつの名はあるが義明の名は存在しないのである。そのため、同社の誤記の可能性も指摘されている。村上家の執事であるが、武田信玄に追われた北信濃の戦国大名村上、のり清の子で国清の弟とする説があり、12歳の時に、ガガに赴いて、庭長秀に仕えたとする。 ただし、国清の実弟ではなく義弟であるとされ、頼勝の実句は、戸田武蔵守る、母がのり清の娘とする。新井白石は別説を唱え、家門が丸に、上の字で頼勝と同じである伊予の村上次郎の後院と主張している。ただその経過は全く不明である。頼勝は、慶長五年、千六百年の関ヶ原の戦いでは、東軍に組みして、越後に在国し、 西軍に組みした継承が先導して起こした越後一家を鎮圧した先行により、戦後、徳川家康から所領安堵された。頼勝は、村上城や城下町の拡張工事を行い、領内の検知も実施して、藩の支配体制を固めた。しかし元在4年、1618年4月、頼勝の家督を継いだ、養子した打勝が、家中騒動を理由に改役され、 丹波国志の山の松平康主義に預けられた。代わって、越後座王道から堀直よりが十万国で入る。直よりは、村上城のさらなる拡張や、城下町の整備、領内の産業育成に努めたが、将軍家から脇備えを命じられていたこともあり、過大な常備兵力を維持する必要に迫られていた。そのため、領内には過酷な検知を実施し、幕府に対しては、 十万国の内高を十七万国で、あると課題申告している。しかし、寛永十五年、千六百三十八年七月、直頼りの長男、堀直司が直頼りに先立って死去。翌年六月二十九日に、直頼りも死去したため、堀氏の家督は、直次の子、堀直貞が継いだ。この時、三万国が加増されるが、弟の堀直司寺に加増分をそのまま分与している。 ところが、直おさだも、寛永19年、1642年3月1日に、わずか7歳で創生。後継ぎに自家事を擁立する動きもあったが認められず、堀氏は、むつぐ断絶となり、村上藩は、廃藩となった。なお、自家事の系統は、その後村松藩として存続している。昭法元年、1644年3月、東都海国掛川藩より、 家康に過ぎたる者として、有名な本田忠勝の孫にあたる本田忠義が十万国で入り、村上藩が再び立藩した。ところが中義はわずか五年後の慶安二年、1649年6月、道の区国白川藩に違法された。代わって、結城秀康の孫にあたる松平直則が、張馬国姫路藩より十五万国で入る。直は、郭の大改築や、 城下町の拡張工事を行うなどし、村上藩の再生期を厳出した。しかし、その費用の捻出のためか、領内の検知を過酷に実施し、百姓の調査などが続出している。しかし、直則も18年後の漢文7年、1667年6月に、給料、姫路に戻された。入れ替わりで、姫路より、坂木原正友が入る。同年10月、 天守三層倉が落雷のために消失し、以後は天守が造営されることはなかった。聖林は天下三年、1683年2月27日に死去。代わって、養子市の坂木原正国が後を継いだ。宝永元年、1704年5月28日、聖国は姫路に違放され、入れ替わりで姫路より本田忠隆が15万国で入った。 ところが、忠敬は一度も、村上城に入ることもなく、法永六年、1709年9月13日に、創生した。忠敬には、死死がなく、本来なら、本田氏は断絶となるところであったが、本田氏は忠勝以来の名族であるということから、幕府の計らいにより、一族の本田忠義が後を継ぐことで、加盟存続が認められた。ただし、 所要は十五万国のうち五万国のみとされたのである。このため、村上藩では多くの家臣を抱えきれなくなり、侍と足軽合わせて四百三十名ほどを解雇している。中了は、翌宝永七年、三河国狩リ藩に違法となった。代わって、上野国高崎藩より、松平明帝が七万二千国で入った。輝帝は、第五代将軍。 徳川綱吉のもとで活躍した人物だが、代替わりして、徳川家信が、第六代将軍になると失脚し、この地に移されたのである。村上越祖事件は、この輝き帝の時代に起こっている。しかし将軍が、徳川義宗になると、輝き帝は、復権を許されて、強法二年、1717 17年2月、丘陵の高崎に移された。そして、 五万国で新たに入ったのは、家信とその子、徳川家継の時代に、新井白石と共に献成を誇った、真部秋久である。秋久は吉宗に嫌われて、家継の死後、失脚していたが、これも、いわゆる左遷とも言える。秋久は、教皇五年、1720年7月に55歳で、死去。あと弟で養子子となっていた、真部千子とがついだが、 同年9月12日に越前国栄藩に違法された。そして、その後に内藤氏が五万国で入ることで、ようやく藩主家が安定した。この内藤氏は、徳川家康の異母帝、内藤信成系統である。第六代藩主、内藤信厚氏は、自社奉行、京都諸子代。その子で第七代藩主、内藤慎重は、大阪城代、京都諸子代。 老中などを歴任している。新氏の養子氏で第八大藩主となった内藤新民は藩内における方針対立に苦しみながら、慶応四年1868年7月16日に創生した。このため、村上藩は藩主不在となり、過労で砂漠派の鳥居三十郎が主導権を掌握する。三は庄内藩とに旧幕府軍に組みして、 新政府軍と交戦したが、敗れて、同年9月27日に降伏した。明治2年、1869年2月、新民の後を継いだ、内藤信は新政府より、家督相続を認められ、同年6月には、藩籍奉還を行って、村上藩知事となる。そして、明治4年、1871年の廃藩知見により、村上藩は消滅して、 村上県となり、同年11月には、新潟県に吸収された。戸様、九9万国。戸様、十10万国。ふ代、十10万国。審判、15万国。ふ代、十15万国。ふ代、十15万国5万国。ふ代、七7万2000国。ふ代、五5万国。ふ代、五5万国。内藤施千八1871から1947。 村上内藤屋、1947、明治維新後に、神原郡70村、旧柴田半領11村、藍津半領11村、黒川半領5村、三日市半領2村、菊間半領1村、幕府領47村、内訳は、水原大官所領40村、桑名藩預かり所7村、岩泉郡170村、旧藍津半領59村、 一橋徳川家領17村、幕府九94村、内訳は旧水原大館所領3村、米沢藩預かり所91村が加わった。なお IQ も存在するため、損数の合計は一致しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。